はい、2月の18日、蜂のつく日といえば淀川区ジョイサンド付近を散歩なんですが、久しぶりに切れそうです。久しぶりに吠えそうでございます。その題はなんと沖縄5。やっぱつま…なんでもないです。もう悪態は散々台の前でついてるんですけど、現在6万円のヒット。6万円お兄さん、6万円何ができます？その金をね、6枚も突っ込んでね、俺を一度もね、ワクワクさせない、感動させない、もうほんと怒りでね、久々に拳が出そうなんですけども、ここからどうなるか、ぜひこの後ね、ご視聴ください。マジでこの後どうなるか分かってません。今分かってるのは、僕が6万円突っ込んだのに何一つワクワクできずにブチ切れそう、それだけでございます。では実戦開始まで、時飛ばし。5日ぶりのパチンコなのに何なんだよ。ということで、もう打ち始めておりますけども、本日は沖縄5、久々の海物語会でございます。前回前々回と状況が好転していて、ちょっと試したいなと思ったのでね。で、海コーナーはお店にとっても生命線の一つだし、ここから盛り上げたいんじゃないかと思って、まちょっとね、今日こいつを打っていこうかと。で、やっぱり狙うべきは台数が多い方の海、こちらのお店だと沖縄5だね。で、沖縄5の方が状況が良さそうだったんで、あんま好きじゃないんですけどね、沖縄5は。理由は口述します。まずスペックから、319分の1、核変突入率 60% で、へそと電柱で振り分けが変わります。核変割合そのものは変わらないんですけど、出玉なしの2ラウンド核変、ほぼ出玉なしのあたりがの割合が変わります。へそだと 20% が2ラウンド核変、電柱だと 8% が2ラウンド確変です。他は10ラウンドの大当たりとなります。で、通常当たりにも時短100回がくっついてきます。で、今これちょうど終わったところで3500円ぶっ込み打ちして、3500円ちょっとちょろ打ちしたんで、ね、ぶっ込みよりもね、ちょろ打ちの方が回りそうな球の動きしてたんで、そしたらぶっ込みだと3500円分で60回転、ちょろ打ちだと3500円で76回転ですね。まあ、ウリンチャージの3回転途中であったんで、それ引くとまあ75、6回転、まあ、このままいってくれれば合格かなと。ということでね、沖縄5の町演出行ってみようか。まあ、魚群は魚群なんだけど、魚群が当たるために必要なものってあったりします。そこが僕は沖縄5が嫌いなところです。予告重視、海はそうじゃねえだろうと思うんだろうけど、多分ね、沖縄シリーズはあの予告重視型で作ってるんですよ。で、大海はあの従来の海物語のようにどっからでも当たるようなバランスで作ってると思われるんですね、近年の海って。で、じゃあ予告何が欲しいのって言われると、まずはサイレント疑似連、チャンス目前兆、あとはフグ3匹、いわゆるミニキャラ3匹はリーチ濃厚なんですよ。で、フグ3匹はで半コマ外れ以上濃厚になります。タツノオトシゴは出てきてリーチになって、スーパーリーチに発展したら大チャンスになります。だからタツノオトシゴで魚群が出たら激アツです。あとはバイブ、ショートでもロングでもどちらでもいいです。あとはひっそりと、ここだけじゃなくここがチカチカすることもあります。という、ある程度予告変動中の状況で期待できるものがあって、初めて魚群が輝く。泡だったら全てが大体崩壊するので諦めた方がいいです。マジでね、あの大当たり占有率魚群がかなり持ってると思いますね。ついでノーマルかな、泡スーパー当たるイメージないんだよね、沖縄シリーズは。もう諦めろね、諦めるってサインだと思ってる。泡だったらノーマルの方が当たるんじゃねえか説まで僕の中ではありますね。ネギビキギャラいくらかな。はい、いきます。いやー、久々にブチ切れそうってか、もうブチ切れてるんですけど、あのね、
沖縄ファイブね、君ね、いやね、6万円溶けてブチ切れるってのは正常であって、本来はね、もうやめてくれよっていうのが金額が6万だと思うんですけど、そろそろ許さないぞお前。やっぱもうこいつバイブ物語で間違いない。オーバー入手2つもしたし、今ボケット打てたら、もうほんとイライラする。ちょっとあのバリーさんの顔見たくなくなってきたんで、ちょっとモード変えていい？ダメか、ちょっと魚群出るまで頑張るか。超えろ。あのさ、クソジュゴンさ、なんでいつもあそこで力つけるの？あとお前が一歩頑張れば当たりなのに、あのブッサイクなさ、魚じゃねえかあいつ。上下同時クラゲ、お、ワンチャンある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 。お前何、ハイサイかよ。うだどうなのこれ。海モードと違ってちょっと興奮した。7万キロ、おっしゃー、パパ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 から当たりました。やったー、怒りの怒りが出て、やっぱね、人間の怒りってもんはよーっていう、この怒りから当たりが生まれるよね。はい、やりました。偶数ですけど、魚類は通常姿です。あ、すいません、セグ見ちゃいました。通常です。ありがとうございます。何がありがとうございますよね。何がマリンチャンスよね。でね、僕ね、あのやっぱなんだかんだ左が好きなんだよ。こっちやっぱね、財宝だよね。うん、ないんだけど、ないのは知ってるんだ、見ちゃったから。あれで、今度はサンドがトラブルを起こすっていうね。あの、なんなの今日、ヤクビかおい。ヤクビか今日は、マジで。はい、何事もなく時短が終わりました。はい、ということで、ちょっと沖縄モード行ってもいいんだけど、ちょっとね、3つのモードは結局魚群っていうところで一緒なんで、あとね、ちょっとね、まっすぐこの屋根なくなるんだけど、この屋根の間にちょっと吐き気しちゃってやばいのね、集合体恐怖症に。ちょっとハイビスカス行こう。はい、中分けでハイビスカスモードにでやっていきたいと思います。で、沖縄4と沖縄5のハイビスカスモードって似てるようで結構違うんでね、そこら辺も打ちながら解説していきたいと思います。あ、ちょうどいいタイミングで揺れてくれましたね。つったら下行ったよ。で、これがカメラアングル変化で、上行った方がチャンスなんですけど、まあ下アングルでも一応保留内でリーチはかかります。ただあんま気にしなくていいです。あ、リーチがかかるぐらいだなっつって、正直余計な予告かなって思ってる。で、肝はまずこのハイビスカスね、今揺れてたじゃないですか、予告かなって思ってる。あの揺れがめちゃくちゃ激しくなるのがハイビスカス揺れステップ5って勝手に命名してるんですけど、まあ、とにかく一番激しいやつね、あれが大海5のクリスタルモードのオーロラ背景と同じぐらいだと思ってください。あれぐらい重要です。 60% あるかどうかは分かんないですけど、大チャンスです。熱いです本当に。あとはハイビスカス SP でボタンが出るかどうか、あとはハイビスカス SP に行った時に後ろの背景ね、やっぱ夕方だと今作はきついです、ボタンが出ても。沖縄方の場合、夕方か三日月かよりもうボタンが出るかどうかが重要だったんだけど、今回の沖縄5は三日月背景でなおかつボタンが出る、このパターンじゃないとちょっと期待できなくなってますね、ハイビスカス SP。穴が揺れてねえんだよな。お、チョンスチョンスチョンス、チリ変動か。まあドデカ変動なかなか来ないからね。リーチのボイスが来なかった。シャボン玉、おお、あ、ちょっといいね、いいね、いいね、ボタンになります。ただ揺れが弱いからちょっと微妙ダメかな、これ揺れ弱いから。よっしゃー、
あれね、あしかも内部泡スーパーが、でも泡スーパーであれだけ楽しめたと思うならよしや、許してやる。いや許せねえや。でも今のが基本期待できるパターンです。ただこのやっぱハイビスカスの揺れが弱いってのが一つダメなポイントでしたね。もっと狂ったように暴れますから当たる時は。おお、下段ロング滑りしたね。スーパーではあるけど、おでも鼻が揺れてね、微妙か。でもワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。ドーン、ドーン。このようにやっぱ今回は三日月背景にならんとってところはあります。よっしゃ、ちょっと花が揺れてなかったから怖かったですけど、一応ね、当たる条件は揃ってました。当たるかなっていうのは。あれが夕方だったらやっぱ厳しいですね。またなんで今日こういい話しようとするつまんだ、ぶつかるぞ。ほら、あの負けはいいけどよ、一日スタンドがやんこしだ、殺すぞ。ほら、びっくりしたんですけど、これロング行った人いる？ロングだと激安らしいけど、ロングってのは分かんねえんだけど、あのショートエンドイコールハズレとしか思ってないんだが、フリーズエンドイコール時短1回転目間違って当たるわけねえ。で海物語のオカルト、僕のオカルトなんですけど、朝一発目の当たりが核変ワンセットって結構黄色信号だと思ってて、一番強いのってもちろん核変3連チャン以上が理想とではあるけど、何気にクソ強いのって通常当たり自治団中に引き戻し、これ朝一一発目にできたら勝率すげえ高いのよ。だから、ね、時短で引き戻せるかどうかがね、好調の不調のバロメーターだと思ってる、こいつに関しては。あとサメがね頑張るかどうか、サメが当たんねえ海はダメだから。はい、で今そこそこ揺れがあるんで、これでリーチ連続予告いいですね。今のはいくってます。でリーチ連続予告かそのままリーチになるかどうかは中出目を見れば分かります。中出目でノーマルリーチになると基本裏4ブランク1で始まるんですね。これはダメです、当たらないです。で中出目4ブランク1からスタートするんで、テンパった瞬間に4ブランク1じゃなければリーチ連続です。基本的には最初昼から夕方にするやつは、例えば6のリーチだったらマイナス1キャラ、要は5もしくはプラス1キャラ7、どっちかで始まります。でそれリーチ連続1回目は必ずその形、2回目は半コマずれの形で停止して三日月にします。だからリーチ連続リーチ連続リーチの時は、例えば6だったら656次の変動6ブランク6でその次でまあ、リーチになって三日月みたいな。だからリーチ連続になったらもう一発来るかどうかがすごく重要です。で花の揺れが2変動を超えて続いたら基本的にリーチで、今補散で3、これダメですね。前兆前花の揺れ、花の揺れ、リーチ連続となると前兆の対象はここじゃないですか。で強いんだったらリーチ、あ、花の揺れ、リーチ前兆、リーチ前兆、ここで三日月にして対象保留でリーチなので、今のは前兆の段階で、あ、これ期待できないなって、当たるならノーマルだなまで見えます。だからちょっとこれこの揺れだと大体ガセなんですけど、花が揺れ、うん、テンパった、まあでもその場合ダメだね。前兆の始まりを意識すると面白いですよ。ジャイロ技研のジャイロです。今停止音が遅れたプラスサイレント疑似連でした。これで激圧でございます。今これ昼のまま行ってくれることあんのかな。沖縄ホールだと昼で
ハイビスカス SP 行ったら当たったんですよ。サイレント記事で回してる。うわーやらかしたくせ。鼻の入れよ弱い、三日月にもなってない。蝶々はで、うわサイレント記事で外した。よっしゃあ、押すの間に合わなかった。あ、でも炎目だ。突っかっかね、いや、とつかくねえか。ボタンが出てる時点でないわね。ハイビスカスも沖縄ファイムのハイビスカスモードはどこに注目すればいいかがさっきの外れでしっかりと伝わったと思うんですよ。辛いけど。ということでこのリーチ外れたら海モード行きましょうか。フットボトル、やった。たまらねえ、びっくらこいた。ノーマルで当たるときはもうちょっと早いタイミングでなるんで嬉しい。はい、でなんでいいよ、ささいてんの。お前歌うなよ。大丈夫だよな、著作権。まあ閉まってるときはもちろんテンパったら死ぬんですけど、その他にもあ、これ前兆だな、あ、いいですね。これで、OK。で、この後開いてる時も注目すべき時があって、揺れてるじゃない？小さい揺れが前兆です。で、二変動で基本止まります。止まりますよ、多分。止まりましたね。これで前兆が汗です。で、どっかでまた揺れると思うんですよね。つぼみにならなければ。で、これがおとなしい間は、その保留内は、多分、核変大当たりはいないです。だからこいつが揺れ始めたらちょっとその揺れの大きさに注目していってください。ここね、今のゾーンはセーフだと思ってまだ開いてるからいいやって見てる人いるけど、実はこの時も花見てなきゃダメなのよ。で、しぼむのが早かったらちょっとやばいかなって僕は思ってます。しぼ、開いたら10回転ぐらい、15回転ぐらいかな、結構続くんですよね。それが数回転で閉じるってことは偶数、要は通常当たりを引いてるから無理やり閉じたなって思うんで、この状態ですぐに閉じたらちょっと黄色信号、赤信号までは言わないです。結構今回長いな。あ、揺れ始まりましたね。これ前兆です。もっと大きく揺れて、あーガセッペダメだ、これ見てる止まるから、あ止まんね、チャンスチャンスチャンス。でも揺れがでっかくなんねえ。でもリーチ、でもリーチ、ロングスペル OK。 よっしゃ三日月いいね。ロングスベルと三日月やってか、あ、これ当たった、これ当たった、でっかい当てだから、ありがとうございます。はい、ここまでの解説は完璧でした。はい、でもさ、ハイビスカス今日俺全当たるって言ったやつ、外れるってやつ全ほぼ当ててるよね。どうかなって言ったやつは2分の1で当たってて、うわ見えてくると本当に押す前に分かりますよ、いけるっての、いけるかどうかは。あまりねびっくりあたりはないです。ハイビスカスモードがおすすめなのは、はっきりとこいつが開いてる間は安心。こうなったらちょっとピンチだけど、今回は割と続いたのでたまたまゲーム数で閉じただけだと思います。でやばいのは閉じた変動と1、その時1最後についてた保留、ここです。あ、OK。だから閉じた時は閉じた時についてた堀をすぐに見てください。でも今閉じましたってなったらこの変動とこの時ついてる堀の4つの一番ケツだから、これ2回転目じゃん。 OK、 ここでセーフというのを見といてください。でしぼんだら、しぼんだ瞬間の変動と、しぼんだ瞬間についてた堀の一番ケツ、ここが危ない。もちろんその途中もちょっと危ないけど、僕の実践上閉じた変動と閉じた時についてたケツの保留がやばい。だからかかんない、かかんない。この次の保留もまだ大丈夫です、僕の経験上。ない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 、すいませんでした、ここでした。お前この次の保留じゃん、しぼんだ時についてたの。一生さよなら、これは無理。お疲れ様です、お疲れ様でした。まあこれが格変の一連の流れでございます。はい、悪魔の数字34678、通常でございます。で今のはもう諦めてください。閉じた時についてた保留で
リーチになったらまず逃れられません。逃れられぬカルマでございます。でこれで確変終わっちゃいましたよ。でつぼみの時にリーチになったら基本的にやばいです。どんな時でも、どんな時も、どんな時もって感じでやばいんですけど、特にやばいのもう諦めてくださいと。もうジャイルさん結婚できませんよね。はい、あなた結婚できません、諦めてくださいぐらい諦めなきゃいけない。一応潜り確変もあります。で確変の後は時短が120回になります。ということで時短中だけど海元にしちゃおうか。昔は1変動ごとに途切れてたのにな。そういえばいつからだっけかな、途切れなくなったの。ミニキャラいないからリーチになっても無理だね。ノーマルです。すいません、スーパーでした。でも当たらないのは変わらないです。僕が沖縄打ってて当たらないって言ったら当たらないです。分からないって言ったら当たる可能性があります。当たるって言ったら当たります。以上。簡単でしょ、海の解説って簡単だから。信頼度、何それ美味しいのって。あの信頼度より俺信頼度の方がよっぽど海打ってる場合は高いよ。やべ、また海モード打ってたらイライラしてきた。ダンイラモードになってんだこれ本当に。はい、ということで店内ですけども、リング入れたりね結構工夫なさってるんですけど、今日のあたりは間違いなく秋なんです。これ大当たりですね。二重丸ですね。でエヴァですね。エヴァもね一律じゃなかったです。しっかりメリハリ化してるんで、まあ悪くてもボーダーラインはあって、しっかり探せば20回るのも見つかるかと思います。今日全体的にがっちり大本命で当たりなのはアキナで、他エヴァ、公共、あとかぐやかで、海物語全体的に遊べるレベルです。で僕のは今のところ21と21回ってくれてるんで、やっぱ何台か試さないとわからんね。はい、でスロットまずグランベルムからカチカチ3箱で、すごいなカバネリもうゴワゴワいってる。でこっちが別積みがカバネリ別積みありで2箱さすがに当たるかこれ。よっしゃ、 V の曲当たるじゃねえか。184回転で確変中だけど、くっそくだらねえこと言っていいかな。つが言っちゃうんだけど、あのさ、ときめきメモリアルってみんな知ってるよね。あのゲームでね、主人公って電話して、あの断られても断られても電話してデートに誘うんだけど、あれ俺若い頃はできたのよ。ちょっと待って、あのもしかしてマリンさん、今日の初めてのあなたの仕事はまさか確率変動を終わらせることです。これね、今ハイビスカスだったらあんなにイライラしなくて済んだの。うん、マリーさんは悪くない。今までごめんね、お前の悪口ばっかり言っちゃって。でも偶数止めたらやっぱり悪口言うから覚悟してね。うん、そういったところでくだらない話続けるんだけど、うん、僕のトークが、うん、頭きたのかすごい大パンが聞こえたんだけどって言ったら、またなんか、うん、二の矢が飛んできました。あのマリンさん、あのどうやっても終わらせたいですかなと思う、この学園を。裏やべ、終わった。お疲れ様です。逃れられぬカルマ、よっしゃ。
あのくだらないトークしようとしたからってさ、そこで殺すのはどうかと思うんですよ。あのね、せめて学園中ハマってくんねえかな。はい、この黄色い悪魔ね、ほんとこの女はいつもいつも通常しか揃えねえ。あのね、もう7時間打ってるんですよこいつを。で、今日やっと仕事したと思ったらあいつただ偶数止めて帰ってってんの。バカなんじゃねえのあいつ。とはいえ、じゃあ山陽さんが、あ、そこまでうちのマリンを悪くおっしゃるんだったら、これからは確変中のマリンちゃんも当たれば確変にしますってなったら、それはそれで寂しいからやめてください。あのマリンちゃんってね、やっぱいじられてこそマリンちゃんだと思うの。出てきたらゲッ、確変中に出てきたらゲッ、妹カモンだったりワリンカモンの中で3人、ヒロイン3人の中じゃ一番フル株でメインキャラクターだけど一番信頼度が低い、その相反するパワーを持ってるからこそマリンちゃんなんですよ。そこでね、安易にね、あの核変中マリンちゃんで当たれば、核変でしたら俺はもうそれは海物語じゃないと思う。あの海物語ってバトルタイプなんで、あのいかにマリンの攻撃を回避してあの13579を止めるかどうかだから。え、マリンちゃんが13579を止める、ありえないから、ないから。あいつは偶数止めるためだけに存在してるから。で、まあ終わったって言ったのが45のダブルで裏読んで スローになってればセーフだったんですよ。裏読んでね、核変中はスーパーリーチで当たれば核変濃厚なので、だから それなのに表4の方に行ったってことは、はい、死にますよ死にますよ、はい終わったっていうパターンでございます。あとはもちろん先読み系から当たったりするのも当たれば確変ですね。あとは魚群、あとは2段階を当たり、もちろんウリンチャンスはいつでも当たれば確変なんで、それも確変です。あとハイビスカスフラッシュも当たれば、あ、出たら確変、ショートは存在しません確変中したっけ、しねえよな。じゃあ一応海モードでもぶっ刺したし、あれマリンモードってぶっ刺したっけ、あ、ぶっ刺したか。じゃあ沖縄行こうか。はい、では沖縄モード行ってみましょう。個人的にこの沖縄モードが苦手なのが、この屋根の背景だけ、屋根の背景はすぐ終わるのね。何が嫌かってね、やっぱここもねちょっと予告重視なのと、沖縄方で嫌いになっちゃったんですよね。この今回の沖縄ハイブではあまり沖縄モードやってないんで何とも言えないけど、沖縄方の場合、先読み先読みガセテンパイっていう、あの外れか、ほぼ外れという先読みパターンをしょっちゅう出してきたのよ。あれが耐えられなくて、で先読み先読み先読みリーチでも結構やらかすし、それでね先読みで殺されるのが嫌で打ってなかったです。ただ大きくは変わってないと思うんでね、もう このステージも予告依存型かな。マリンがね一番、魚群さえ出ちゃえば一番なんとかなるのはマリンだと思います。ついで海モードかな、なんだかんだ。沖縄モードはねなんとかなるというより、魚群が出る場合はもう押す前に大体これ魚群だろうなって分かっちゃうんだよな。え魚群出たっていうびっくりパターンない。で昔の沖縄とかは、沖縄とかハワイモードだとこれでスーパー行っても魚群出たんだけどね、で当たったんだけどね、それが嫌なのよ。ショートダイブしたな。レッツシーサーですね。バイブ付きですけど。おい、圧の、おい、垂れまっ、おい、よだれかけがねえぞ、お前、外れんなよ。やめて、外れないで、当たって当たって、ショートダイブし、よかった、今日初めてのバイブ外れた、お前、ほんと燃やしてたで。助かったね。びっくりしました。
148回転。これね結構強いんだけど、この次でガセちゃうことが多いんだよな。次もバカ野郎、あの叫びは結構好きです。なんだかんだね、乙姫叫び。だから普通に停止したチャンス目はそんな強くないんだよな、だいたいガセる。止まった。止まった。チャンス目、チャンス目。次ガセ出す。これ見てろよな。で次リーチなんだよ。これでもノーマルならま、あ、あ、すっげえ切れそうになった。いや決め、いやステップ4だけど、これいや外れるよ。チャンスアップないし、いや当たらないと思うよ。見てろよ、見てろよ、当たんねえから。タコなんか止めるわけねえし。すいません当たりました、すいません当たりました、すいません当たりました。はい、じゃあなんで今当たったけど僕が沖縄を嫌いになった決定的な理由は今のパターンなんですよ。今のは当たってくれたけどね。ねえ、先読み先読みガセ魚群が本当に沖縄方だと当たらなかったのね。僕沖縄方のデータ取りは沖縄モード担当だったんで、沖縄モード嫌ってほど打たされたんですよ。で、あの先読み先読み先読みガセリーチのスーパーハズレめちゃくちゃ食らって、それでもいい、もう打ちたくないっす、打ちたくないっす、あ、沖縄モード打つぐらいなら愛などいらぬ、仕事などいらぬぐらいに嫌いになったら、そういう経緯があります。だから今のも当たらないと思いましたら、一応当たってくれました、グースーちゃんが。鳴らしてやるよ。マリンさんがね、そんな通常ばっかよこすわけないから、これ鳴るよなあ、マリンさんよ。ほら、さあ、保留なんだもん、ダメでしょ。出たよ、クシーザーが口開けてればチャンスアップでした。泡ですね、泡ですよね、ほら泡だ、ほら泡だ、止まって、びっくりした、びっくりした、あの今日一びっくりしたんだが、だって権利を出てないし、ステップ3で泡だし、カニだし、ありがとうございます。さあ沖縄モードですけども、まあもうね、前兆経由のあたりは各県での分かってらっしゃいますよね。このモードは基本的にスーパーリーチ濃厚なものから当たってくれれば、当たれば確変でございます。だからステップ3以上だったりね、だからステップ2は確変殺しです。やべ、先読みも何もなしにいきなりね、このねソレーって出てきた瞬間が心臓に悪いんだよ。でチャンスアップはこのピンクのあのセンスじゃないなっけ、楽器が多ければチャンスアップです。多ければね。はい、お疲れ様です。本当にお疲れ様。これ、あ、大好きなキラキラハッピーが来た。ここまでいけりゃ OK ですよ。5連チャン、いや5連チャンって結構大変だね。やっぱ最近のパチンコ狂ってんのかな。いやなんだかんだで、でも半分以上帰ってきたな。やっぱ引き強いね。ほんとジュゴンは頑張らねえな。お疲れ様です。とりあえずね、いやほんと今日どうしようかなと思ったんですよ。これ A 取れねえぞって、ほんと久々ブチ切れる。いや6万だよっつって、
お前6万で絵の一つも汚さないってどういうこと、今尺5分ぐらいよって思ってどうしようと思ってたら、なんとかね結果的には全てのモーテで当たりが取れたし、まあ、なんとかなったかなというところで、ね、投資が6万6500個、回収が1万3500個でマイナス3000個。まあ序盤考えたらね上々な結果でした。ええ、はい、で駆け足でね 4モードとも解説しましたけど、やっぱ海モードはねえいじっちゃダメだよね。ボケーっと打って魚群が出たら問答無用で期待できる形にしてほしい。他3つのモードはそれなりにね打ってて、あ久々に打ったら、あ悪くないなって思えたんで、やっぱ海モードかな。トータルするとね評価はちょっと上がりました、沖縄ちゃん。うん、こっからもう一回ね海が元気になったら少しはパチンコも良くなるんじゃないかなと思いました。はい、というわけで今回はこの辺で、また次回さよなら。でもちょっとな海の解説にしちゃうんな、69点かなってとこですね。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで瞬発なわけがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。これ負けてるな。で今つながりつかんでるでしょ。手も出ししないよ。これ来たから。